ランニング食堂です。本日の動画はですね、告知の動画になります。我々丸尾製作所ランニングクラブ記録会やります。結構今ねコロナの影響で大会なくて、モチベーション上がらないとか、記録会もっと欲しいとか、大会なくて目指すところがないっていう市民ランナーの皆さんの気持ちすごい分かります。僕もね、本当に大会がもう、東京マラソンがまた3月にやる予定の東京マラソンが今度10月になる予定になるみたいな話もあったりして、なかなかこうモチベーションが保ちづらい中なので、まあそれもあるのと、もともとランニングクラブとして自分たちで記録会とかやっていきたいなと思っていたので、まあ、今回はね、競技場を貸し切って一度ちょっと競技会をやってみたいなと思いまして、このような告知をさせていただきます。まあ本当に一初心者なわけですよ。そのイベントをやるとかそういうことも今までやってきたことないので、本当一初心者として何かこう一つイベントを立ち上げるというか、成功させたいっていうのも一つ僕の楽しみにもなってます。まあ前置きはそんな長く置いてもねあれなので、日時については今月の9月21日ですね。21日、ちょうどシルバーウィークのワイナカかな、日曜日ですね、確かシルバーウィークの日曜日やっていこうかなと思います。で、開催場所についてはトネリ公園陸上競技場ですね。いつも僕らが練習している場所、東京の足立区の方になります。で、時間については一応今のところ午後から13時から17時ぐらいまでを予定してます。で、その後競技会、記録会終わった後に、まあ、お時間許す限り皆さんとなんかこう楽しい、まあランニングクラブ今やってるわけなので、皆さんとお会いできる機会にもなるかなと思うので、そこで遠方の方とかもいらっしゃると思うので、少しお話しできる機会があればなと思っております。で、本来であればもっとしっかりとした記録会とかやっていきたいなとは思ってたんですけど、かっこよくね、成功のドンと立つやつ100分の1秒まで見れるようなやつとか、ああいうのもやりたいんですけど、まあ、そんなのはできない、僕らにそんな予算はないのと、まあ、参加費もできるだけ安くしたいなっていうので、そこにあんまりお金をかけたくないっていうのもあったので、まあ、今回は手動計測になるんですけど、まあ、しっかり皆さんのモチベーションとかやる気を持って、参加してもらえるように、僕らランニングクラブの、メンバーで記録競技会を運営していきたいなと思ってます。で、種目については一応今のところ1500メートルと5000メートルの記録会みたいな感じで考えてます。まあ、要望があればというか、まあ、あと3000、一応今のところ1500と5000で考えてます。で、言っておくべきことは何だろうな、あ、そっか、協賛の話なんですけど、協賛はね、今はねないですね、全くのゼロ。僕らの完全自費で、競技場を貸し切らせていただいて、皆さんに参加していただきたいと思ってます。ぜひ協賛がないのと、まあ、参加費をできるだけ安く抑えたいっていうのがあったので、参加賞とかそういったものは申し訳ございません、ご準備できません。まあ、純粋に、記録を狙いに行くような、競技会にしたいなと思ってます。まあ、そのために、しっかりとペーサーをつけさせていただこうかなと思います。これあれですよね、 MK ディスタンスとかと近い方式で取っていこうかなと思ってるんですよね。まあ、ペーサーをしっかりと各組つけさせていただいて、皆さんの自己ベスト更新にサポートさせていただくというような競技会にしようかなと思ってます。なので、ペーサーとか、あとあれですね、もう全く今部員の浅間ちゃんは来れないので、部長と僕と、社長とあと大ちゃん、一応今のところ4人で運営をやる予定なんですけど、
まあ、絶対この4人とは回らないので、ペーサーだけとかでも全然、ペーサーの方も募集したいなとは思ってます。ぜひご連絡いただければなと思います。あとは丸尾製作所のランニングクラブの方でありがたいことにたくさんの方がクラブ員として登録していただいております。で、まあ、その方たちにちょっと協力していただくような形で協力していただける方とかいらっしゃったら、まあ、自分のレース終わった後にペーサーとか、あとはラスト1000だけついてあげるとか、そういうふうなことを立機してもらえたらなと思います。まあ、この辺は順々順を追ってクラブのメンバーにはご連絡しようかなと思います。単純にペーサーしたいっていう方とかいらっしゃったら、まあ数にもよるんですけど、まあ、ペーサーの方も何か募集したいなと思ってるので、ぜひDM とかいただければなと思います。うん、で、あ、協賛の話か。協賛はですね今ゼロなので、ぜひなんか協賛していただける企業様いらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いします。自分の家が和菓子屋さんとかパン屋さんとかいう方いらっしゃったら、ぜひそれ作って参加賞にさせてください。お願いします。もう全くね、素人が一個大会をやりたい、競技会をやりたいっていう風な、もう本当に漠然とした競技会をやろうとしてるので、まあ、詳しくは e 申し込むの方で募集をしようかな、募集をする予定にしてますので、まあ、そちらのリンクを、詳しい内容を概要欄に入れておきますので、ぜひ見ていただいて、まあ、疑問点とかそういうのも全て Twitter の DM の方で、お問い合わせとか、あとは問い合わせ先 Gmail 載っけてあるので、そっちの方に連絡いただければ対応させていただこうかなと思ってます。まあ、今日はそんな感じでね、まあ、本当に短い動画なんですけど、告知ということで丸尾カップやるということで、ぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。あとはあれですね、協賛ぜひぜひよろしくお願いします。実家がパン屋さんとかいう方も協賛していただければありがたいっす。まあ、そんな感じで詳しくは概要欄載っけておるんで、ぜひそちらご覧ください。どうもランニング食堂です。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからも日々の練習、マラソンが楽しくなるような動画を投稿していきますので、チャンネル登録何卒よろしくお願いします。Twitter では普段のジョグや食事、趣味投稿してますので、概要欄からフォローのほどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。